どうもこんにちは、スラスタースピード全振り機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの2018年9月に実装された古参機体、高機動型雑攻機型で成し遂げていくよ。圧倒的スラスタースピードで敵強襲機を捕まえました。そう、本機のスラスタースピードは脅威の230、400コスト汎用機のスラスタースピード平均値は194、2番目に速いズダイフでも215。230というスラスタースピードは700コストのニューガンダムより速く、サザビーと同じ数値。本機の高速移動がいかにぶっ飛んでいるかがわかりますね。下にジムドミナンスがいますね。貴様のスラスタースピードは190遅いんだよ。というように速度に物を言わせた戦いが可能。射撃手兵装は初期兵装が MMP マシンガンとなっておりますが、このように盾に防がれても安心弾幕よろけと蓄積よろけ簡略式ミサイルランチャーに換装しております。簡略式ミサイルランチャーは威力850を4発一気に叩き込む効果力が期待できますが、フレンドリーファイアもしやすいモロハの剣、運用には注意が必要ですね。なお本機の武装はミサラン、ヒートホーク、そしてハンドグレネードの3種類だけ。全ての武装をしっかり回さないと何もできま支援タイムが頻発する機体。じゃあ核ぶっ発さー、簡略式ミサイルランチャー装備の場合は3種類しか兵装がありませんが、グレネードの威力が1750と高く、加えて本機は射撃補正極振りな機体なため、ミサイルランチャー、グレネードともに無視できないダメージを出すことができますね。今デザート族 DR の悲しみを見た。いくらなんでもリーチが短すぎる。あの打撃を使った後なら、短いはずのヒートホークもめちゃくちゃ長く感じていい感じ。他の兵装がすごく快適に感じる。デザート族 DR にはそういった効能がありますね。自分インスカミサランキルファイア。威力850を4発。つまり強襲機はひとたまりもない。とはいえ息切れの時間が長いので、実際に出せるダメージは割と控えめだったりする。さて、スコアは負けておりますが、敵はどうもバラバラになってる感じがいたしますね。ここは枚数有利を活かしてリスポーンされる前に叩き潰しましょう。さて、本機体は2022年10月の強化で、ダッシュ格闘が可能になる高性能バランサーが付与され、本機の強みであるスラスタースピードを活かしやすくなりました。逆に言うとそれまではダッシュ格闘すらできなかったので、たまに宇宙で出して遊ぶ謎機体だったとも言える。捉えきれない、このスピード。カウンターが蹴りなので追撃可能時間が長いのはなかなかにグッド。高性能バランサー付与とともに緊急回避のレベルも2に向上したので、スラスターが満タンなら一度の緊急回避でオーバーヒートしない。つまり、誘いの緊急回避から強カウンターをぶち込みやすいということですね。圧倒的速度は敵に安直な行動を取らせる。わかる、わかるよ。すごいスピードで来たから思わず来ちゃうよね。N 角スピード撃破から誘いの緊急回避。まんまと来ちゃー。チャージ格闘でオーバーヒートした機体をぶった切るはずだったわけですね。甘いです。さらに速度を活かした高速カット参ります。いつの間に後ろに？そんな素敵なカットのヒートホーク。というようにですね、格闘補正がほぼないのでダメージこそ出ませんが、スピードを活かしたよろけ取りやダウン取り、カットと格闘は普通に使えますね。スコアをまくり上げました。リスポーンが合わせる前に叩いたのが効いてますね。グレネードは2095のダメージ、ヒートホークした格闘は1972ダメージ。私が射撃を持っていること、そして対実弾は大体対策されていないので、下格闘よりグレネードの方がダメージ出たりすることはままありますね。ちなみに今回はクイックローダーガン済みでミサイルランチャー、そしてグレネードのリロード速度を向上させております。有利ポジションで敵を待ちましょう、と思いましたがそのまま前線は残ってますね。戻ります。足の速さによる快適なポジションチェンジは本機の魅力。そういえば本機を使ってて若干使いにくく感じたのが、着地硬直の長さ。今着地からスラスターが遅く感じたかと思いますが、この機体大体こんなもんです。やっぱり異様に遅い気がする。というわけで一般ガンダムくんと着地硬直を比較してみました。結論から申し上げまして着地から次の動作に入れるまでの硬直がめちゃくちゃ長いですね。普段いろんな機体乗ってて、この機体着地硬直長いなって思うことはあんまりないんですが、
この機体に関しては長すぎてかなり違和感感じますね。平面ではスピードスターな一方、足を踏み外しやすい三次元的な戦闘はちょっと苦手とも言えるかと思います。暴れる強襲機にミサイルランチャー。ダメ押しグレネード。あと一声が足りない。危ない危ない。こういう時のためにバルカンでもあればこの機体めっちゃ使いやすくなりそうなんですけどね。のこのこ上がってくる敵にはクイックローダーが与えた猛死高回転ミサラングレネードでお帰り願います。ちなみにミサランのリロードは通常12秒なのですがクイックローダー1、2、3を積むことで 9.7 秒に。グレネードは13秒が 10.5 秒になっておりますね。使用感はまるで違います。ここはドワッチ先生に配慮した回り込み追撃からのローリング。一機残党がいますね。この高機動型弱高機型の足を振り切ることができるかなと思ったけど挟み込まれて積んでますね。レッドライダーお得意の格闘には付き合いません。時は今、ミサイルランチャー。なんか湧きましたね。ここは寝かせて味方に任せます。こういった場面で光るのがミサラン単発打ち格闘。発射後即切り替えを行うことで普通にバズ格ができるのだ。ま、盾に防がれたわけですけども、違法駐車を発見、ほげえ、完全に釣られました。スピードには自信ありますが耐久には自信ないんごねえ。かろうじて生き残りましたが、残り時間的にはいっそ倒して欲しかった感あります。このままでは微妙に出れないで終わるのでは？でも大丈夫、400コストだからリスポーンは早いのである。最後の出撃です。拠点爆破は解除されたのでスコアはちょっとやばめ。再出撃するたびにドッスン着地硬直がなかなか気になる。味方がこれ以上狩られないように、微妙にプレッシャーかけましょう。おっとこれはもう守りの陣、逃げ切りモードですね。ならば見せればなるまいこの試合4回目の美しい鬼足カウンター。700コスト級のスラスタースピードを誇る400コスト汎用機、高機動型弱高機型でした。使用感に若干の癖ありますが、駆け抜ける爽快感は抜群。それでは今回はこの辺でー。